さあ始まりました、石井一生です。石井七中です。 NHチャンネルです。今日は大森にある、ゴールドジムさんに、これからお邪魔することになってます。はい、はい、他のジムで練習することとかありますか？出稽古ってことですか？出稽古とかはほぼないです。なんかもう A1 はすごいやっぱりいろんな選手がいるんで、確かになんか他のジムに行って出稽古とかはあんまやったことないんで、ちょっと新鮮な感じがしますね。確かに、でも選手がね揃ってるし、ね、そうですね。でもあれですよね、結構福岡、一星君も福岡のジムで練習してるから、うん、出稽古とかはあんま、出稽古はそう俺も行かなくて、あんまりそれこそ A1 さんとか、ね、はい、あの自分のところで福岡で合同練習があるから、そういう時に合同練習、そう福岡の選手が集まって、そういう時にしかないかな。まあ今日はあの、ゴールドジムさんにお世話になるんですけど、お邪魔するんですけど、はい、今日はこのジムにもうとんでもないとんでもないすごい方がいて、はい、今日はコラボさせてもらうっていうことで、コラボ、うん、朝倉選手に続き、もうあのね、本当にすごいね。緊張しますね。いやもうやばいよ。もう結構あの今日福岡から来たんですけど、俺ね飛行機からずっと緊張してあの朝5時起きやったんやけど、飛行機で絶対に寝ようと思って今日。ああ、まあ、そしたらずっとそのことを考えたら寝れんくなって緊張でそう。そこれからどうしようと思って、そう、そのぐらいちょっとまあ僕が大好きな方とコラボさせてもらうということで、いや楽しみですね。楽しみやね。はい、よし、じゃあそれでは、行ってみたいと思います。行きましょう。ゴールドジムに到着しました。まあ早速ですけど、はい、緊張する。すごく緊張します。さっきからちょっと様子が緊張しすぎて。じゃあちょっと呼びたいと思います。今日コラボしていただく方は、格闘技界のレジェンドの正人選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はコラボという。わけなんですけど、うん、あの前回あのマサトチャンネルさんで、うん、ナダカが、うん、あのコラボさせてもらったんで、はい、今回は僕がお話を聞いたり、はい、あのちょっとなんか教えていただけたらなと思って、はい、わかりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、あのマサトさんの本当にすごいファンで、うん、はい、あの僕が格闘技を始めたきっかけがマサトさんなんですよ。はい、それこそあの K1 が、まあ、2003年ですかね、あの世界、うん、チャンピオンになったクラスだったのがね、はいはい、うん、その次の年に始めたのかな僕が。6歳で始めて、うん、でそれを見て僕が始めて、ずっとあの会場とかでも、うん、三浦和樹って分かるんですか？ K1 の三浦和樹、今の名前分かる。のセコンドとかで僕入ってるんですけど、あ、そっか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 、はい、この前もトーナメントであの、うん、まあ、黒田選手に負けたんですけど、うん、その時も解説にいらっしゃって、うんうん、僕あのセコンドでいたんですけど、うん、真後ろが解説席だったんですけど、うん、でちょっと見たかったんですけど、うん、見れないぐらいあの、そう、はい、でも俺知ってたよ、なんかずいぶん昔になんかこうポストマサト、ポストマサトみたいな感じでこう、はい、なんかニュースかなんか取り上げられてるんですけど、はい、うん、あの中学1年生の時ですかね、うん、ちょっとスタードラフト会っていう番組があって、うん、そこでオファーを打った時に僕がついたわけじゃないですけど、うん、あのテレビの方がポストマサトって言ってくれて、うん、でそこでちょっと会えるかなと思ったんですけど、うん、ずっと会えないままやっと17年越しに今日会えた。17年越しで初恋の人、はい、だから今日ちょっとあの本当に、まあ、決まるとは思ってなくて、うん、はい、だからちょっともう大興奮というか、ちょっともう緊張して、はい、光栄です、はい、ありがたいですね。ちょっと今日はあの緊張してますけど、うん、なんかちょっといろいろ聞きたいなと思って、はい、あのでも髪型とか昔俺そういう髪型してたもんね。あ、そうですね、はい、はい、二十歳くらい短かったですよね、うん、はい、日焼けも似てるよね、若い頃の本当ですか、うん、二十歳くらいの頃なんかやっぱり僕あんまり
格闘家の方に憧れるとことかないですけど、うん、だからそれこそ試合の映像も全く僕見なくて、うん、他の人の、うん、自分の映像もあんま見ないぐらい、うん、なんかあんまり見ないんですけど、あのマサスさんのそれこそあのキッドさんとかもよく見るし、うん、あのとの試合とか、はい、でそれを見てすごく勉強してて、でコンビネーションとかも、うん、なんか戦い方に似てるってたまにこう試合とかでもちょっと言われる、ま、そうす真似してるんで、はい、ずっと憧れるのそう、ごめんなさい、なるほど。実はあの僕あの福岡大会にヒロヤさんとエキシビションやった時、はい、僕あの、ね、ホテルまで追っかけに行ったんですよ。ケイマ選手なんか何人か撮ってもらって、うん、でマサス選手が俺行ったいました、うん、赤のジャージ着て白のニット帽をかぶって、うん、あのチャンピオンの、うん、でそれであのマサス選手がずっと出待ちしてて、うん、ホテルのあのシーホークですかね、うん、はい、うん、でちょうどその時に最初に初めて会ったのその時、うん、会ったっていうかで写真撮ろうとしたんですけどもすごいやっぱり人がいたんでもう全然撮れなくて、隠し撮りしました、隠し撮りしてます。それがあの家に飾ってます。確かあの頃って結構ピリピリしてたからね俺ね。やっぱそうっすよね、なんか俺あんまり人のとこいなかったでしょ、いなかった、他の選手とか結構さ、あ、そうっす、だからみんなあのホテルのロビーにロビーでみんなこう結構溜まってたんですけど、うん、すぐもう部屋に上がって、そう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 、はい、まあそれ試合前とかだから、うん、はい、俺はなんかあんまりいなかったんだよね当時はね、はい、うん、2人はなんで仲いいの。あ、もともとあの伊勢くんもタイで試合をしていて、自分もタイで試合してた時にやっぱこうタイで試合する同士というか、うん、でジムの会長も、うん、あの会長同士もまあ仲が交流があって、それで一緒に、ね、そうですそうです、で一緒にタイで試合するとき応援に行ったりとかしてて、うん、で、まあ、でもあんまり最近仲良くなったっていう感じなんですけど、そう、ね、本当ね、この1年ぐらいで、そうですね、で2年前にノックアウトっていう大会で、うん、あの一星くんがメインイベントで試合をする予定で、その対戦相手があの減量がちょっとできなくなっちゃって、で急遽試合できないってなった時に、僕がその当時ちょうどルンピリンを取った時、うん、でその本当の試合の話が来て、それはでも2日前とかですね、2日前あれはで、さすがにってなってエキシビションになって、うん、そっからですね僕は一星くんと一緒に仲良くなってというか、僕が始めたきっかけ、マサツ選手じゃないですか、うん、あの始めたきっかけって何なんですか。始めたきっかけ、何歳から始めたんですか。15でボクシングやったんだけど。あ、ボクシングですね、そう、だからパンチが、そう、最初ボクシングやって、で17歳から家の近所にキックのジムがあって、はい、そっちにキックの方がなんか面白そうだなってやったのが、まあ、きっかけかな。15歳、うん、で、20歳の時に全日本キックって、今のクラッシュのチャンピオンになって、それで22歳で K1 の日本トーナメント優勝して、あ、決勝で小比類巻、そう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 、うん、それで24の時かな K1 で世界チャンピオンだった、はい、24歳ですか。24歳で世界チャンピオンになって、その後ま2回目になるまで5年かかったんだよ。ああ、そうですね、3年とって、はい、そうそう2008年、うん、そう2008年、 K1 には、うん、マサスさんがなんていうかな、出るから K-1 ができたんですか、あれは。まあ俺とこうやっぱこうヘビー級じゃ勝てないじゃない、はいはい、でこうやっぱヘビー級じゃ勝てないし、まあこうもうちょい下のくらいで中、まあ、ウェルターとかくらいの階級で、はい、日本人で結構選手揃ってたのよ、はいはい、俺がいて小比類巻がいて、はい、武田浩三がいて、あ、そうか、何人かいたから、はい、でこうまあ今と同じような感じでさ、はい、団体がバラバラなわけよ、で対戦するのがないから、はい、そこをこう K-1 で一つにまとめて、まず日本トーナメントやったっけ、はい、そうそう、日本一を決めようっていう大会があって、はいはい、でまあ、その後大会で優勝した選手が世界トーナメントに出る切符を取るっていう、そういうストーリーを作ってもらった、はい、それができるから、うん、できたからすごいですよね。今はちょっとまあ難しい、でもやっぱ今はもうさ同じようなさ、はい、階級でさ、はい、まあ、強い選手何人もいるわけじゃない、まあ、55でもそうですし、はい、60キロとかでもそうですし、まあ、だからこう今もね、そういう風になったら盛り上がるのになとか、もうね、やっぱりね、してほしいんですけど、ね、はい、なかなか、ね、そうなったら逆にさ、はい、なんかまあいろいろ他に行く必要もないじゃないですか。あ、
ですね、はい、でそこで地位と名誉がついてくるとね、はい、地位と名誉とお金がついてくるね、そういう風になったらいいのになとか思いながら見てるけどね、はい、そうじゃないとね、どうしようかなと思うよね、選手の立場はさ、はい、ここからどうしていこうかなっていうさ、はい、本当の一番がやっぱり決まんないんで、俺もだから二十歳の時そうやって思ってたの、あ本当の一番って言っても団体のチャンピオンだしな、あやっぱその時代もそうだったの、そうだった、そうだったけど石井館長がそれを一つにまとめた、あの時代はなんかもう K1 っていうもう K1 しかなかったじゃないですか、うん、僕も K1 とその年末とかしか 見てなかったし、だから そこでその世界の強豪とマサ選手がやってるのを聞いてたんで、なんか今はそれがすごいまた遠のいてきたなっていう感覚で、うん、そこをどうにかしたいんですけど、うん それこそでも肘張りが僕たち肘張りでやって、うん、肘なしもあるからまたちょっと広がった、でももともと肘張りですよ、ね、肘張りだよ、そうですね、肘張りだけどまあ別に K1 ルールは肘がないから、まあ、そっちの方にこう結構だからムエタイスタイルで戦ってたんだよ昔は、あそうなんですか、ムエタイスタイルで戦ってたけどやっぱ K1 で、ね、やっぱこれもうちょっとパンチ打てなきゃいけないなと思ってボクシングジム通ったりボクシングのトレーナーつけたりして、はい、こうスタイルをチェンジしていってやっぱムエタイスタイルだと K1 じゃ勝てなかったな、やっぱヨーロッパの選手パンチ系の選手、ね、もうちょっとパンチやんなきゃダメだな、パンチの練習をしていって、それが何歳ぐらいの時ですか、これがね、22、23だね、あ、うん、もうこの前ライズでトーナメント、うん、1回戦で負けちゃったんですけど、うん、その前回、前もライジンに似てたことあって、うん、そこで1回も負けるんですけど、うん、キックルールにこう肘ありからなしにするのはすごい僕はちょっと難しくて、もともとはキックから始めたんですけど、うん、そこからもうそのムエタイを長くして、うん、キックにちょっと戻れ、あキックにできなくて、うん、変換が、うん、でそこからこの前ライズ出たら次ちょっとムエタイルールまたなんか戸惑うところがあって、あだからそこをこう変えるのがすごい難しいなっていう、肘合いだったり肘なしだったりと、はい、この距離だったら肘打てるのになってキックの時は思うけど、うん、なんかいざムエタイやったら肘遠いなとか思って、うん、そこをこう変えれるのが変えれるのっていうか、うん、アジャストしていくのがやっぱりなんかこのルールもまたまあ、また僕と違いますし、うん、キックルールと、うん、だからそこをちょっと難しいなっていう、僕はまあ、勝てなかった。逆に肘はあんまもらったことないんじゃない？僕は肘は、はい、いつも無傷なんですよ。もらわないでしょ。なんでか分かる、距離が遠いから。ああ、確かに。戦ってる距離が。戦ってる距離が、うん、肘の当たらない距離じゃない。あそうです。肘ってやっぱ短い距離じゃないと当たらないじゃない。はい、絶対に、肘なしでも全然アジャストできる。出します。っていうのは分かるんで。やっぱこうなるべく遠い距離で戦うっていうのがさ、はい、パンチが伸びる距離っていうのが大事なんです。K1 ルールとかで、うん、こう練習で意識したこととかってありますか、その K1 ルールに向けて。でもパンチの距離を伸ばすっていうのはこう俺が意識させたっていうトレーナーが勝手に意識させたの、分からないように、はい、ミットの打ち方でもさ、こうグッとやるとさ、押すとさ、ムエタイのトレーナーって結構高いんですよ。あれパンチ短くなっちゃうじゃない、伸びないじゃん全然、こんくらいしか伸びてないからさ、はい、あれじゃ当たんないんだよね実際、だからこうパンチが伸びる、だからここで当てるっていうイメージはしてある、あそういう練習した、ここじゃなくてここで当てるっていう、はい、ワンツー長かったっすね、うん、だってここで当てたらさ肘当たんないもんね、あこれ肘の距離じゃないじゃん、はいはい、これ首相撲組んでからの肘だったら当たるけど、はい、だからこう意外とそのパンチを覚えたら肘、まあ、勝手にできるんじゃないかな、俺皆さんはカウンターの肘打ちは狙ったけど、カウンター自分からこう相手が入ってきた時に肘打ちを合わせるとか、あそういうのは、ね、カウンターだから近い距離、はい、遠くても入れられたけど、まあでも逆にパンチが伸びたら入んないか、カウンターでも、ね、伸びてたよね。伊勢くんどんなスタイル目指してるんですか。それこそもう正人選手のスタイルを真似してたんで、うん、僕もローと、うん、僕ローから組み立てて、うん、でパンチ僕右あんま得意じゃないんです、うん、僕左ボディと左フックと、うん、なんかまあ左をちょっと使うように、うん、使えるように、それで最初にこう真似したのがローとボディで、うん、正人選手の真似して、うん、
今日なんか、あとマズ選手、右アッパーとかうまいじゃないですか。あ、ここの間からこう抜く、こう 相手のガード、うん、そこをちょっと今日なんか教えてもらいたくて、アッパーを。アッパーが僕絶対肘に当たるんですよ、うん、であそれはもう教え簡単ですよ、うん、まあ、そこなんか、まあ、ボディとかも別に僕は上手くないんですけど、うん、右アッパーが、右の攻撃がすごい下手くそで、うん、そこをいつも大体倒すのも左で、うん、右でこう倒した子はほとんどないから、うん、そういうとこちょっと教えて、はい、はい、まあでもやっぱ基本ワンツーが一番大事だけどね、ワンツーだ、長い距離でパンチを打つっていうのね、ワンツーここまでやっぱ入れてたの、そしたらこのこのガードを打つ、おー、はい、すげえ、ポンポン、あー、それはさ、こうやってさ、これは強いよ、もちろん、そう、はい。